はいどうも、ともやんです。いつもミニ四駆英明革命をご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、ご覧のようにですね、天気もすごくいいことですし、外でねミニ四駆作ろうかなと思いまして、で庭に出てきたんですよね。そしたらね、庭で、うちの庭でね桜が満開に咲いてたんで、桜をバックにしてね、外でミニ四駆を作ってみたいと思います。今回作るミニ四駆のキットは今目の前に積んであるんですけども、ビギナーズミニ四駆シリーズって言ってね、こないだ出たキットになるんですよね。まあ皆さんご存知やと思うんですが、こんな感じでですね、アニマルが乗っててカラフルなクリアのボディが特徴になってます。今ね、業界全体がレーザーミニ四駆の、新作ですね、邪道エースってあるじゃないですか。あれにねすごくね注目集めてるんだけど、僕の場合はこちらの、ビギナーミニ四駆シリーズ、これにねちょっとね注目してるんですね。で今回はね、この黄色い、今手に持ってる黄色いキットね、豚さんの黄色いキットをねちょっと作ってみたいと思います。ちょっと他のやつはねちょっと置いときますよ、でね今回こちらのキットを、外でね桜の前で組んでいこうかなと思うんですけども、このキットはね9割型タミヤさんが組んでくれてるんですね。で残りの1割ぐらいを自分でちょっと組み立てて、マシンを完成させて遊ぶというね、本当に手軽に作れて手軽に遊べるかなっていうことで、すごくね僕ちょっと注目してるんですけども、ちょっと早速ね中を開けてみたいんですけど、よいしょ、はい、これはビス類ですね、すみません、はい、ビス類が落ちてきました。でね、説明書になってるんですけども、ジルボルフですね、ボディはジルボルフになってます。でシールがね結構可愛らしいねシールが入ってますね。それとちょっとね説明書の中見てみましょうかね。本当に簡単に組むことができるんですね。項目見てもらったら4項目か5項目ぐらいなんですよ。タイヤをつけて、ローラーをつけて、スキットバーつけて、で電池入れて、ボディかぶして終わりみたいな、そんな感じですね。本当に誰でも手軽に組めると思いますね。で、中身をねちょっと見ていきたいんですけども、よいしょ、はい、まずタイヤですね。おっとっと、ちょっと風が強いですね。タイヤの方はですね、ノーマルタイヤですね。で、A パーツね、ローラーとかスキットバーとかね、そういうのは、ランナーから外されてる状態ですね。袋に入ってます。で、これがですね、グリスですね。グリスも別の袋に入ってますね。で、中身を出してみるんですけど、こんな感じになってますね。で、ボディが、ジルボルフですね。ジルボルフの黄色のボディですね。綺麗な黄色のボディです。クリアボディになってます。続いてね、シャーシーなんですけども、シャーシーはですね、すでにモーターとかギアとかが組み込まれている状態なんですね。で、しっかりね、針金で固定されてます。で、裏からね、こんな感じで針金外しましてね、これね、しっかり外しまして、取り出しました。で、あとはですね、豚さんのマスコットですね。これもねしっかりね両面テープでひっついてるんですよ。見てください、結構ねしっかりついてます。なくならないようにねしっかり固定されてます。で、箱はね、空き箱はちょっと邪魔なのでのけときたいと思います。あとね説明書とか、いらないものちょっとのけとこうかな。結構ね風が強いんですよね。飛んでいっちゃうのでちょっといらないもののけさせてもらってですね、組んでいく前にシャーシーをちょっと見てみようかな。タイヤ、まあそうやね、先にシャーシーちょっと見ていきたいと思います。この中身ね気になるところなんでちょっと開けてみますよ。よく見たらねギアが入ってるんですね。青いギアですね。青いギアの組み合わせになってるんですよね。でさらにね細かく見るとですね、グリスですね、グリスがもうすでに塗られてる状態ですね。付属してたグリス塗らなくても、もう初めからグリス塗られてる状態ですね。すごいありがたいですよね。もう本当に何もせずに、いけそうな感じです。それとね工具類なんですけど、必要な工具はニッパーですね。ニッパーとドライバーです。
うん、でこのドライバーはねローラーを締め付けるときに使います。まあ、これぐらいですね。これだけあれば簡単に組めるということで、早速組んでいきたいと思います。はじめはねタイヤからですね。では、タイヤをねまず外してみようかな。しっかりね、バリが残らないように手で外せるところは手で外したらいいと思うんですよね。で、ニッパーをね使うところはしっかりこうニッパー使いながらバリが残らないようにねしっかり取った方がいいと思いますね。しかしね今日はむちゃくちゃ暑いですね。眩しい、日差しが眩しいで風も強いしね、もう本当に、まあ、気持ちはいいんですよね。こんな感じで桜をねバックにしながらやるのはすごく気持ちいいですよね。年に1回のことなんで、皆さんもね本当にあの時間あったらね外でミニ四駆ね作ってみてください。本当気持ちいいですよ、ね。ちょっとねこの辺のバリはね真剣に取りたいと思いますね。タイヤにねバリが出てたらねやっぱりダメですからね。しっかりタイヤは路面と密着しとかないといけないんで、この辺はねしっかり取った方がいいと思います。でタイヤをねこんな感じでつけていくんですけども、まっすぐはめ込まないといけないですね。そんなに力入れたらねシャフトが曲がってしまうのでね、軽くね力をあんまり入れずにこんな感じでつけてもらったらいいかな。うん、まっすぐ来てるかねあと確認した方がいいですね。はい、では続いてねちょっとローラーの方つけるんですけども、まずねビスをね開けたいと思います。で、ビスをね出すものが何もなかったらねこんな感じでボディの中にね、ボディの中に出しちゃいます。もう一つの袋にはローラーとかスキットバーが入ってるんですね。でこちらはですねしっかりね、バリ取りもされてるんですよね。おっと、それではねまずね豚さんに両面テープをねつけておきたいと思います。風でねちょっと飛ばされてどっか行ってはダメなんでね、ちゃんとね、ぴったり貼りたいと思います。うん、まあこんな感じですね。これだったら、なくす必要ないと思います。はい、ではね続いて、ローラーをですね、シャーシに取り付けていきたいと思います。しっかりですね、大ワッシャーですね、大ワッシャーもしっかり挟んだ方がいいですね。たまにねめんどくさいからって言ってねつけない人もいるみたいなんですけど、しっかりねつけた方がまあいいんじゃないかなと僕は思いますね。よっ、いい感じですね。まあ簡単にね本当にあのサクサク組めてなんか楽しいですよね、組んでてね。誰にでも組めそうだし、あとね年齢とかミニ四駆の経験とか関係なくね楽しめるキットなんじゃないかなと思いますね。そこがちょっとまあ魅力的かなと僕は個人的に思うんですよね。なんかね小鳥がねさっきから鳴いてるんですよね。すごくいい感じですよね。なんか癒されるというかね、桜もまあまあね、元気に咲いてるしね。もう限界ぐらいかな、もうちょっとでね散りそうなんですけどね。いや本当ね、たまにはね外でやってみてください。めちゃくちゃ気持ちいいですよ。本当にストレス解消にいいんじゃないかなと思いますね。おっとっと、風が強い。いやでもねこのキット本当に楽しいですね、作っててね。これね今ローラーちょっと取り付けが終わったんですけど、まあこんな感じでね簡単に組むことができます。さて次はとね、スキットバーですね。リアのスキットバーをつけたいと思います。なんかねこのキットばっかり集めて、みんなね仲間内で、このキットだけでレースしてみても面白いかもわからないですよね。よいしょ。いやなんかねミニ四駆やったことない人の本当このビギナー向けでめちゃくちゃええと思います、ね。はい、こんな感じでねスキットバーつきましたよ。
続いて、電池を押さえるカバーなんですけども、ちょっとね先につけてから豚さんを固定したいと思います。位置をねまずね確認しながら、ね、この豚さんの位置重要ですからね。よいしょ。ではねちょっとつけていきたいと思います。まあ両面テープでね貼るだけなんで、位置が間違えても何度でも貼り直しできますからね。はい、ではちょっとやってみたいと思います。ちょうどね電池を固定するパーツがあるじゃないですか。それのキワキワですね、キワキワ狙っていったらいけるんじゃないかなと思うんですよね。で横から見たらねちょっと斜めになっちゃうんですよ。でもこれはもう仕方ないんですよね。 A パーツのデコボコがあるので斜めになるのは仕方ないんですよね。でちょっとボディ被してみたいと思いますね。これね黄色のボディ、よいしょ、入るかな。あら、あれ、ちょっとえらいことになりました。豚ちゃんが邪魔でですねボディが固定できないというね、なんかちょっと、え、何これ、ちょっと待ってくださいよ、これ豚ちゃん移動しないといけないですね。ちょっと後ろ気味に貼り直します。これでどうかな。あーはーはー、ちょっと見てください。これ豚ちゃんがねえらいなんか上向いてしまってますよね。後ろの方につけらないといけないので、ちょっと上向き加減になっちゃいますね。でもこれでないとボディつかないし、まあまあもう行きましょうか。これでね、これで行きましょう。これでねぴったりつきましたね。ちょっと豚ちゃんのポジションが悪いですけど完成っていうことですね。でね、あとねシールがあるんですけど、こちらのシールは今回貼らずにちょっとねいきたいと思います。いやー面白いですよ、なかなか。ほんと、おっとっと、すいません。今回ねグリスねあるんだけど、グリスはもう塗ってあったので今回塗らずにいきたいと思いますね。はい、まあこんな感じでね、あと気になるのはですね、やっぱりモーター音ですかね。実際電池入れてみたいと思いますね。ちょっと待ってください、電池取ってきます。はい、すいません、電池をね取ってきました。今回ね持ってきた電池がですね、小島さんのオリジナル電池って言ってね、ちょっとあの知り合いの方に教えてもらったんだけど、これがいいらしいんですよね。小島オリジナル電池ね、皆さんもよかったらね使ってみてくださいね。でちょっとねこちらをセットしていきます。なんかちょっと硬いね、ちょっとねこの豚さん本当にどないかならへんかなみたいなね、角度が本当上向いちゃってるんで、どないかならんのかな、これね。これはちょっと気に入らないところですけど、まあ仕方ないですね。あ、電池固定するの忘れてましたね、ごめんなさいよ。これしっかりねあのバリも綺麗に取られてますよね。これはいい仕事してると思いますね、タミヤさんね。結構ねあの A パーツのバリ取りって結構ね邪魔くさいというか、綺麗に取れないとことかあるんでね。ではねこれでちょっとね回してみたいと思いますよ、どんな音するか。おー、どうですか、結構静かに回ってると思うんですけども、ちょっと聞こえないかな。あのタイヤがねブレてないかっていうのをここでちょっとチェックしたいんですけど、大丈夫そうな感じかな。ちょっとね前ですね、この右の前だけがねちょっとブレてるような感じなんですよね、このブレがね結構ね走りに影響出ますよね、どうですかね。でもそれ以外はねほんと静かで、すごくね僕が組むよりなんか綺麗に回るんじゃないかな。いやこれはねしっかりしたキットやと思いますね。まあタミヤさんねすごくいい仕事してると思いますよ、これは。ただねあの気になったのは、先ほども言ったようにね、この豚のマスコットとねジルボルフのボディがちょっとミスマッチかなみたいな、そこが気になるところなんですけど、これねただ単に組んで走らせるだけじゃなくて、このマシンをねベースにして BMAX マシン組んだりとかね、タミヤのレギュレーションで、ジャパンカップ目指したりとか、このマシンをベースにミニ四駆をどんどんね楽しむっていうね、そういうキットにもいいかなと思います。他にですねピンクの豚ちゃんとですね、柴犬の青ですね、この辺はねライキリのボディになってますね、であと緑のパンダちゃんね、こちらもライキリのボディなんですけども、全部でね4種類ですね、
こんだけありますので、好きな色をねこの4つの中から選んでいただいて、それをベースにどんどんねマシンをまあ、育てていくっていうね、そういうのもありかなと思いますね。まあね、こんな感じで今日はね天気もいいし桜も綺麗しね、庭に出てねミニ四駆を作ってみましたね。ミニ四駆ってね、だいたいなんか室内で楽しむような感じがあるんですけども、こんな感じで外に出てね、太陽の光浴びて風を感じながらミニ四駆で遊ぶのもなかなかいいんじゃないでしょうかね。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。またね、走行動画なんかもねまたお伝えできたらいいかなと思います。それではバイバーイ、イエーイ。